レッドライスさんです。どうも湘南の風レッドライスです。よろしくお願いします。濡れたまんまで行き濡れたまんまで行き行っちゃってる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 ハグですチャンス。バッサンゴルフの翼です。行き本日バッサン放浪記第5回はい始まりました。第5回 こちらです。相模湖カントリークラブ、はい、放浪記で一度も来たことがなかったので放浪させていただきます。はい、相模湖カントリーよく使わせていただいています。社長ありがとうございます。ということで今日は、ゲストに、来ていただいております。まずちょっと森ちゃん。はい、はい、ワンジーワンイーの森ちゃんです。僕のクラブを全部やってくれている、はい、あの第1回かな。そうです、はい、来ていただいて、はい、あれ好評でしたね。あ、楽しく回らせてもらいました。そうですね、最高でしたね。最高でした。はい、いい、もう、あ、もう大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、そしてなんとスペシャルゲスト、ちょっともう本当にいいのかっていうすごい緊張ですよね。一緒に回っていいのかな。はい、まあ午前中はその方のあのチャンネルで僕回らせていただいてだいぶほぐれてきたんですけど、最初の3ホールもう本当にティーにボール乗らないんじゃないかって思っておりました。はい、じゃあお呼びしたいと思います。レッドライスさんです。どうも湘南の風レッドライスです。よろしくお願いします。濡れたまんまで行き濡れたまんまで行きはい、ということでよろしくお願いします。お願いします。いいんですか。やめましょうか。やめます。やめます。バッサンホールキにこんなビッグゲストがっていう感じで、もう放浪しましょう一緒に。いいですか。はい、で、放浪記なんですけど、はい、先ほどレッドさんのチャンネルの方で、うん、はい、あの対決みたいな感じでやらせていただいて、はい、はい、でこちらでも、うん、ちょっとレッドさんやっぱ対決系じゃないと集中できないっていう噂がちょっと聞きまして集中できないことはないんですけど、はい、やっぱちょっとしびれる状況下で、はい、ちゃんとこうやっていくっていうのをこう日々やっていかないと完全ホールアウトするとか、なんかそういうことが上達につながるんじゃないかなと思っているので、やっぱそういう多少のねプレッシャーを感じながらやりたいなと思います。いや間違いないです。めちゃくちゃストイックなんで、はい、半端じゃないです。すごい刺激いただいて僕はありがたいと思ってます。ありがとうございます。じゃあ今日はちょっとプチ対決と、はい、そうですね、はい、まあ、軽くレッスンの方もレッスンしていただきたいです。気になっているところは、はい、できたらなと思っております。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いき。1番ホールパー4。421ヤード。本日 A グリーン。はい、行きたいと。でちょっとおならせていただきます。失礼します。よろしくお願いします。なんで笑ってる。いやー相模湖カントリーのそば美味しかったな。行きます。大丈夫ですね。大丈夫。ちょっと左ラフぐらい。うん、大丈夫です。森ちゃんの悪いとこ分かった今。レッドさんこちらユリコースって言われてまして、はい、こっちのコースが相模湖カントリーで一番難しいコースです。あ、難しいんですか。はい、ユリが。なるほど。マノホールっていうところがあるので、はい、そこ来たら教えますんで。教えてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、すげえ痛ます。大丈夫ですよ。多分、相当前行ってます。すごいいいところでしたね。あ、ありがとうございます。あのぐらいのスピンでいいですね。
あ、いいですか。あれで今のでちょっとこうできてると、はい、あれが右抜けないです。そうですよね、はい、ちょっとやっぱ右行っちゃうんですね、はい、右からの行き右で止め、右で完成しなかったっす。完成しないんです。完成してます、はい、なかった。行くとこまで行きますから。でもなんか枠にだいぶ収まるようになってきました。午前中教えていただいたんで。いや、なんかそれが普通な感じするんですけどね、僕からすると、はい、どういうことですか。ベッドさんの感じだと、なんかとりあえずそ枠の中には毎回入ってそうなイメージですけど、ね、うん、あ、本当ですか、はい、全然もう向こうとか隣とか、ですか、結構行ってましたね。まあ、多分いろいろ本当に、うん、知識量が増えすぎるとマジでゴルフ難しくなるです、うん、でもその知識量がマッチした時に一気に上達するもんなんで、うん、はい、今その多分一気に上達するとこに今差し替わってんじゃないかなと私は思ってます。そう、まあ私が言うのもなんですけど、そう願っております。うまくなりてえな。いや絶対なります。ポテンシャル半端じゃないですから。本当ですか、はい、いいのが試合出てることですね。あ、だからあの本当にまあ、あんまりこう暇はないでしょうけども、うん、どっかタイミング見て、はい、1日の試合とかやってるんですよ、うん、プロの試合で、うん、あの ATP ツアーとかよく出てるんですけど、うん、それアマチュアの人も出れるんで、うん、あ、そうなんですか。そういうとこもどんどん出てくと、はい、一気に上がります、ね、はい、本当に試合の中で、うん、本気で試合出るとマジでびっくりするぐらい成長すると思います。うん、成長したいです、はい、148ですか。何と何に迷ってますか。89です。89ですか。8かな。9ですか。もう9でいいんじゃないですか。別に普通に9で打って手前に135ぐらいで多分乗ると思うんで。ああ、そうです、はい、9番。はい、多分右バンカーですね。ピンまで155ヤード、8番ヤード。オッケー。あ、シャンク。モンキー？モンキー出ちゃったね。モンキーでしょ。モリちゃんね、ちょっとフェース開いて構えすぎてる。まず、うん。フェース開いて構えすぎてんのと、はい、フェースクラブの重心が消えてるわ。もうこれでこんななっちゃってるから、はい、ちょっとクラブの先端をスイング中意識した方がいい、はい、うん、70ヤードぐらいだね、うん、はい、OK、 うまい、ナイスナイス、よくやった。レッドさん3打目、はい、25ヤードぐらいですね、イメージ、はい、うまい、ゴー。いやー、あとちょっとしたね、あれあと1ヤードでぴったりでした。13ヤード、58度です。森ちゃん、何打目？帯あるんで、これが6打目。6打目。
上り。まあまあ。これはフック、あ、そう、いいと思います。うまいぞ。はい、あー、惜しい。オッケーです。森ちゃんの緊張感が俺は伝わるよ。おー、よく入れた。ナイス。7打目かな。はい、7打目です。うん、取りスタート。はい、パーパットいきます。あんまり切れないっすね。左内側ぐらい。ナイスです。ボギーです。これ5打目ですね、レースさん。はい、はい、ボギーパットです。ボギーパット。ナイス。ありがとうございます。OK をしないでしっかり打ったと。さすが競技師コース。ナイスです。練習です。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、こちらで、森田くんが一ホールで終わりたいと思います。終わりですか。終わりっす。やっぱシャンクは出る。シャンクは出る。で、ちょっと直すとこいっぱいありすぎちゃって、ね、はい、あのラウンド終わってから教えます。まあ、ちょっと僕あのレッドさんと二人で、はい、優雅に回っていいですか。これで終わりですか。終わり、本当の終わり。もう出てこない。はい、ということで、ワンジワンよろしくお願いします。ワンジワンよろしくお願いします。まあこういうこともありますんでね、何でもね、はい、そうですね、受け入れて、そう、受け入れます、やっていきましょう。はい、受け入れます。で、あの、トリで、トリスタート。そうです、トリスタートです。トリで終わりました。はい、そうですね。と、はい、いうことで、もうじゃあ、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。やぼ、いじゃない。やぼやぼやぼ。レオさん、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。じゃここからまた続きますね。あ、はい、トリ打たないように気をつけよう。2番ホール、パー5、552ヤードこのホールが一番難しいです。あ、そうなんですか。ティーショットはどこを置けばいいですか。真ん中って感じですか。ティーショットも真ん中で十分ですね。はい、あんまり右に行かない方が一応いいです。わかりました。おー、ナイスショット。今、強一です、私。強一。一番いい球を打ってた。ナイス、ヤギ足。ナイス、引き。その素振りは、まさか、ちょっとスライス気味で打とうっていうアクションですか。いや、そうですね。素晴らしい。いや、でも完璧っす。ありがとうございます。どっちかっていうと、うん、フォローで球作った方がいいっす。うん、はい、今スイングのプレーンでカット打とうとしちゃってたんで。ああ、なるほど、なるほど。はい、フォローサイドのこの手のこう背屈具合でフェードにするかどうかみたいな感じの方が僕はいいと思います。あんまりそこのプレーンあんまりいじんない方がいいと思います。なるほど。なんでかっていうと、もともと多分カット軌道なんで、 あんまりあの今みたいにフェードっぽくカットに打とうとすると球潰してくるんで、そうするとなんか全体的に悪くなっちゃう可能性はあるなと思って見させていただきました。はい、すいません、ありがとうございます。失礼します。え、テイクバックはこれはできてたってことですか。できてました。で、逆にフェード打とうとして左に振り抜いたんで球捕まったんですよね。あ、なるほど。はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。セカンドショット6番アイアンで打ちます、はい、ここは右が全然ダメなんでカート道の上で、これで十分ですね。すいません、薄めです。カート道の右ですね、ちょっと右がいいかもしれないです、はい、5番アイアンです。はい、これ全部逆光ですね今んとこ。わあ、もう一球取りだ。一応もう一球お願いします。4番です。はい、はい、ちょっと左行っちゃいましたね。行っちゃったな。うまい。ちょっと左ですけどこれ大丈夫です。はい、いや、まあ残りが170ぐらいなんですけど、はい、木の根っこに捕まっちゃいました。5番やん。はい、うまい、完璧、ナイスです。いや、めちゃくちゃうまいですよ。ありがとうございます。7だとあれ1個引っかかるんで。ああ、そっか、あれ危ないです、上に。はい、よかった、ナイス選択です。ありがとうございます。8番、27ヤード8番やんで、はい、取ってる、取ってます。土がごめんね、なんか引退になっちゃって。いや、いいんですよ、うん、何でもあるからさ、ゴルフ。そうですね、うん、声入ってますね。え、声入ってます。声入ってるから。あ、声入ってますね、うん、行きます。うわ、泥だ。すごいね今の、うん、泥がついてましたもんね。今泥ついて半端じゃないフックかかっちゃった。そうです、アプローチはもう自分の感覚いいのあるんで。アプローチやっぱ、そうですね、54ヤード60度で、はい、おー、うまい。ちょっと大きいかもしれないですけど、でもナイスっす。ありがとうございます。バンカー越えでこれは難しいので、あれで十分っす。26ヤード。これ結構難しいんだよね。これいい感じ。パーパット。だいたい5メートルぐらい。うまいぞ。あ、切れちゃう。おお、すごい、ナイスタッチ。これオッケーですね。ナイス。ありがとうございます。ボギーで。ボギーですね、ナイス。パーパット6歩。6歩。上りのちょっとフックですね。いやー、ナイスパー。パー3、197ヤードで実測195ヤードです。5番ヤンで打ちます。
バンカー奥ですね。バンカー奥。5番アイアンでいきます。はい。めちゃくちゃいい球じゃない？ちょっと右ですけど、あのぐらい球がバーンと吹き上がるのはすごいいいことですからね。ナイス。あーなってくると左行かなくなるんで、うん、もうちょっとこう自信持ってこう行けます。左に振っていけば、はい、こういう振りじゃなくて、うん、こうする左、そう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 、20ヤード58度です。カラーの先に落ちると多分勝手に転がって寄ってくんで、調子悪いんですよ、アプローチが。56度です。はい、ね、レッドさん、マジでアプローチもナイス。ありがとうございます。2歩です。パッパッと、ナイスパー。ありがとうございます。やった。並び、はい、3ホール終わりました。はい、私が2オーバーで、レトさんも2オーバーで並んでおります。ガチ対決ですから、はい、食らいついてます、はい、よろしくお願いします。1